フィリッポ・ブオナローティ、フィリッポ・ブオナローティ、フィリッポ・ギュセッペ・マリア・ロドビーコ・ボナローティ、1761年11月11日から1837年9月16日は、イタリア生まれのフランスの革命家、芸術家、ミケランジェロの家系に属すると言われる、フリーメイソンの会員でもあった。聖のボナローティは、ブオナローティ、ブオナローテ、ィ、ブナローティと表記することもある。 1761年、貴族の息子として、ピサにて誕生。数学や音楽に関心を示し、特に音楽に関する素養は、後の生活に役立った。12歳の時、当時オーストリア領であったトスカーナ大公国へ、赴き、大公、レオポルド、後の神聖ローマ皇帝レオポルト2世の故障として、召し抱えられた。彼の日のも17歳の時、 ピサ大学に進学、文学を読み、法学を学んだブオナローティは、法学の権威たちから危険文子と判断されかねない論文を書いた。卒業後はフィレンツェで行政官となるはずであったが、ブオナローティは、この時期、ルソーの著作を貪り読み、共和主義思想に傾倒していた。この結果、オーストリアハプスブルク家の欧州支配に反発するようになった。彼は、 低心としての地位に甘んずることを潔しとせず、ピサで弁護士となる。その後、求心的なジャーナリストとして活動して、すぐに治安当局と対立するようになった。1786年には家宅捜索を受け、当時近所に指定されていたドルバックの自然の体系を押収された。また1788年、フィレンツェのガゼッタウニベルサーレ。 ガゼッタニーベルサーレイ紙の編集に携わった。1789年からのフランス革命に勇気づけられ、ピサでは、その急進的な主張に対する監視も厳しかった、ことから、フランス領となって間もない、コルシカ島へと旅立ち、革命運動に参加。彼はそこで、コルシカ愛国新聞、ジョーナルイペイトリアティコディーアイコルシカ市場で、 主張していた革命的なメッセージを広めることに努めた。ちなみに、イタリア語の論文で公にフランス革命を支持した者は、これが初めてであった。コルシカ島は、ルソーが考える理想社会の姿に最も近いとされた地であった。この地で彼は、ウオナパルテ、ボナパルト家と親しくなり、親衛派のパスカル・パオリとは敵対する活動を行った。なお、一族からは、 ナポレオン・ボナパルトが出ていたことから、この縁が後に彼の危機を救うこととなる。その後、隠密任務でイタリアへ潜入し、ついでイギリスに奪われたカリブ海のマルティニークトーサンイコールピリエールへの遠征隊に同行。さらに、初期のトゥーロン遠征にも加わった。1790年7月に聖職者民事基本法、聖職者の特権を剥奪し、 一公務員として扱う法律を成立させたが、教皇はこれを激しく断罪。ブオナローティは暴行を受けた上放逐されたが、コルシカの総評議会の単案により放免された。彼は1791年に島を追放されて、故郷のトスカーナに戻るが、そこで逮捕され、牢獄に送られた。1786年にフリーメイソンの一員となったことが原因とみられる。 1793年にパリへと旅立った彼はそこでジャコバンクラブのメンバーとなる。ロベスピエールの信奉者であった彼は革命への貢献が評価され、1793年5月27日の法令でフランスの市民権を液化。同年6月、サルデーニャ王国西岸のサンペートロ島からフランスへ渡り、ニースにて国外追放された。 イタリアの革命家たちを組織化する人についた。1794年4月、ブオナローティは政府の命によりオネイリアのフランス軍占領地帯へ派遣された。ここで彼はパンの品質改良を行ったり、小中学校や教育委員会の創設を推進。さらに、薬病予防のため町の清掃を行った。また、住民の抵抗を排除して、 1793年、憲法を、ジャコバン憲法王を強制することに尽力した。テルミドールのクーデターに際し、ロベスピエール派とみなされた、彼は投獄され、その獄中で、バブーフと知り合う。彼の思想に同調したブオナローティは、バブーフの熱烈な支援者となり、いわゆるバブーフの陰謀にも加担した。ところが1796年5月8日、 陰謀は事前に露洩。彼は、バブーフらと共に逮捕され、死刑宣告を受けた。バブーフは処刑されたが、ブオナローティは、ナポレオン・ボナパルトの尽力により処刑を免れ、同年7月に、シェルブール近郊の要塞に監禁された。オレロン島や、ソスペルの監獄を転々とした、彼は、ナポレオンが政権を握ると釈放され、警察の監視のもと1806年に、 スイスのジュネーブに移住。そこで音楽とイタリア語の教師として、生計を立てた。しかしそのまま愛国者協会やイタリアの秘密結社、カルボナリに関わり、革命家としての活動を継続した。ナポレオン失脚後のヨーロッパは、オーストリア最小、メッテルニヒの指導のもと、ウィーン体制と呼ばれる反動的体制が敷かれていた。これに反発したブオナローティは、 国際的なハンメッテル二非運動を展開した。しかし計画は1823年に発覚し、彼は再びジュネーブを追われた。ベルギーのブ・リュッセルに移った、彼は秘密結社、ルーモンドを設立した。7月革命勃発の知らせを受けたブオーナローティはパリへ帰還。彼の革命的な主張は7月革命の際に再度の注目を浴びた。 実際にブランキは反乱のスキルや戦術をブオナローティから学んでいる。彼の知りした、陽動のための陰謀を、コンスパーション・ポア・エル・エイガリテ、ジテ・デ・ベバーフ、全2巻はブルセルで交換された。同書は事件の全貌を伝えるとともに、革命独裁という概念を理論化ている。1831年から翌1832年にかけて、ボローニャ、モデナ、 パルマなどでカルボナリが起こした一連の放棄、中部イタリア革命を指導したが、いずれも挫折。この頃、カルボナリの運動方針をめぐってマッツイーニと決裂。マッツイーニはカルボナリを離島した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。